こうしてると、声も出なくなってしまう。やっぱりね、大きな声を出さないとダメなのに、大きな声を出しちゃダメ。人に会っちゃダメ。でもね、なんとか、やっぱり、元気ですから、売り物ですから。今日はね、秋夫の主婦のお店というね、祭祀というね、とこからおはぎを買ってきてもらったんですけど、最初に食べた時、本当に美味しかったんで、今日はね、わざわざ仲間が買ってきてくれて、これから味は変わってないだろうなと思いながら食べています。とにかく、昔はね、甘いもんが大好きだったんだけど、俺の舌も変わってしまったのか、あんまり甘いもんがね、ダメですけど、全国の美味しいもの紹介っていうのをね、そんなものを比較してみたいと思います。それじゃあね、久しぶりに食べてみますけど、祭祀の皆さん、ね、ご苦労様でした。うん。何が違うんだろうね。甘みもちょうどいいし。だから、出来たてじゃないんだけど、いい感じです。またね、そっち方面に行った時に、今度は直接見せて食べさせてもらおうと思います。ということで、行くぞ !1、2、3、たアントニオ猪木最後の闘魂チャンネル登録をよろしく。